今自分ですごい動いてたじゃん、はい、こうやって今みたいに足首を常に動かしてさ、そうするとどん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 スピードに乗ってくるから OK、 お姉ちゃんいいじゃん。お姉ちゃんもうスラロームは嫌いとは言わせないからあれだけ滑れるんだ、はい、それいいだろ、そのスキー、はい、その長さがとりあえず今マッチングしてるから、うん、はいはい、もし誰もいなかったらあそこ置いといてくれればいい、はい、ほら弟すげえぞ、ほらアタックしてるぞ。おっ、ゆきちゃんもだんだん速くなってきたね。こうな、手顔の前、顔の前、顔の前、ちょっとここが下がっちゃう。それやったら持っていくんだ。おあいつストレートの入り方知ってるの。おバッチリじゃん。最高。どうですか、なぜかというと足首ちゃんと使うから、で GS の方がちょっと腰引けるんですよ。あれ足首使わないから腰が落ちちゃうんで、フラワーも GS も一緒ですから。足場崩れなくなる、はい、小泉さんかと急に滑り変わったのかな。